はい、本日なんですけど、物を増やしたがらないミニマリストが物を買う時の判断基準、買う基準をお話ししていきます。僕は今までにもミニマリストの動画っていうのをたくさん上げてきました。ルームツアーの動画なんかも上げているので、分かる通り部屋はすっきりね、物をあまり置きたくないんですよね。物を増やしたくないんですよ、本当に。僕の場合、買わなくていいな、必要ないなと一瞬で判断できるものも多いんですけど、うわこれいいな、買いたいなと思った時は結構悩みます。そういう悩んだ時にどういう判断基準で買っているのかをお伝えするんで、今日の動画を見れば、いつも買ったものを家に帰ってからちょっと使っただけで使わなくなってしまったり、そうやって不必要なものを買ってしまうことが多い方はね、参考になると思いますんで、ぜひね見てください。それでは早速お話ししていきます。はい、皆さんも最近久しぶりにお出かけして、1回のショッピングの中でも何個かね、欲しいなー、いいなーって思うことって多いじゃないですか。でもね、そんな時に欲しいもの全部買っていたら、お金もいくらあっても足りないし、物もどんどん増えていってしまいますよね。そんな時におすすめな考え方っていうのが、別に今のままでも困ってないしなーと考えることが重要だと思います。今の生活で困ってないのに、今の生活をとても良くしてくれるものだったらいいんですけど、今のもののままでも別にいいかなと思ったら、今買いたいと思ったその欲求は、ちょっと今買い物に来て少し気分的に買いたくなっちゃったものなのかもしれません。僕は今あるものをどんどんいいものに変えていって、生活の質を上げていくのはとてもいいことだと思います。でも今あるものとこれから買おうとしているものに進化している機能が別になかったりすると、今のままでいいかなと思えると思うんですよね。この考え方で結構買わなくて済むパターンが多いです。あえて買わない理由を考えて、買わない理由がほぼゼロで買うメリットばかりなら、絶対にそのものを逃さずに購入すべきです。ここで僕が欲しかったんだけど買うのをやめたもののね、エピソードをお話しします。最近僕はお掃除ロボットがね、やっぱり欲しくなっちゃったんだよね。だってめちゃめちゃ便利でしょ。自分がいない間に掃除をしてくれて、外出先からでもアプリを使って掃除を始めたりすることもできたり、とにかく掃除にかかる時間とか手間とかがゼロになるので買いたいなと思いました。でも結局部屋そんな広くないし、自分が住んでいるところはちょっと変な段差とかがあって、ボタンを押して一気に全部の場所できるっていうわけでもないし、アパートだから周りの部屋に対してもちょっと気を使う部分があります。壁際を掃除するときにちょっとぶつかりながらカチャ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 言うのも気になるし、普通に掃除機をかけるより長い時間動いていて、まあある程度音がするっていうところとか、いろいろ気になりました。そういう問題も結構考えて、機能が良くて相場より安いものを見つけたんだけど、とりあえず今の現状ではいらないと判断し、買うことをやめました。耐えましたね。その時は結構舞い上がっていたんですけど、今は本当に今のこのライフスタイルには必要ないものだと考えて、今はスッキリしています。僕はミニマリストだからといって買い物自体に興味がなくなったりとか、新しいものとか便利なものとかをね、何にも知らないっていうのはね、本当につまらない人間だと思うので、ショッピングで結構いっぱい物を買ってしまう人の気持ちも本当によくわかります。僕もちゃんと物欲はあるし、何かあるかなとか買いたいものを探す行為は人生において楽しいこと、幸せなことだと思っているので、物を増やしたくないからって買い物に出かけないようにしようとは思わないです。皆さんも買い物って好きですよね、楽しいですよね。でもあまり必要のないものを買いすぎても節約にもなりませんし、家を圧迫するだけなので、正しい判断基準を明確に持って、必要じゃないものをね、買わないように気をつけていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。今日はミニマリストの買う判断基準についてご説明させていただきました。買う時に今のままでも困ってないしなぁと思うか思わないかでね、ちょっと判断してみるのもいいと思います。はい、今日の動画が良かったよ、参考になったよと思ってくれた人はグッドボタン、これからもミニマリストの情報や生活に役立つ様々な情報を発信していきますんで、よかったら見逃さないようにチャンネル登録も
よろしくお願いします。はい、皆さんお出かけしてね、買い物に行く機会も多いと思うんで、明確な判断基準を持って無駄遣いを減らしていきましょう。はい、本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。